同じ塔が守る城ならたやすいと攻めてきたな。乙女を侮った罪は重い。その少年絶対に正してやる。男に呼ばぬようにする。その心意気が多いにて。あればな、断じたるよう打ち果たしてみよう。俺たちだって少しはやれるところを見せてやろうぜ。なあ、立ち向かってやられるか、逃げてナオトラ様に叱られるか、かけてみよう。
相変わらずお荷物すぎる。俺分かったな、混じられるのに嫌いじゃないって。陣などなくとも剣はくれよ。さあ待つがよい。これ以上私の乙女たちを傷つけるならこの国がある名を取れる相手だ。名を取れたな。いつも通りで本当にすみません。恥と思うなら剣を持て。痛くなければ立ち上がれ。頑張ります。名番だ主人だ。我らの導き無敵なのに。男はただのハレンチな獣だ。この愛子こそ武田としい本当の獣だ。どうなろうと女衆が諦めるまで付き合うぜ。気合い入れて守るぞ、お前ら。お前が歩むのは汚れなき乙女の道。その先にて私は待つ。つい戦の手を止め見とれてしまいまする。あの神仏が目ずるは伊予か足利の仲間。どうしたかかってこい。男がのさばり涙するのは乙女ばかり。国の行く末もはや男などに任せておけない。私は名を虎、誰よりもひたむきなる虎だ。私にたどり着くのは本気でこの国を狙っているの。素晴らしい。まさか私に気があるのか。思いそうだ。少し難しく考えすぎではないか。男も女もただのマビクス人同士に過ぎるであろうよ。お前にはみんな同じに見えるってことだ。それより正直偉そうに戦い返ったやつの言いそうなことは金銀など見やるまでもない。乙女とすれば合格よ。我らの先を。これすなわち霊言の太刀。どうだ。これは私とお前の真剣勝負。守る者をかけた決闘だ。落ち着けよ。私みんなの命がかかってるんだ。決まらぬよう言いよ。行き詰まらぬようこそ求めよ。あるのは変わった。優しくなりたいな。どうした。そしたらきっとあいつだって。問題はないな。乱は終わらぬ、終わらせぬ。人よ回せ、定めを回せ。そして願わくば打ち砕いてくれ。